今日は消化器のですね、解剖学なんですが、肝臓と胆のうと膵臓と、で、もう一個、腹膜についてお話していきます。で、内容で言うとですね、一番最後の腹膜が一番出やすいと思います。他のに関しては、生理学の範囲とかでもね、よく出たりはするんですけども、ポイントポイントね、押さえながらやっていきたいと思います。はい。では、まず肝臓からですね、位置関係、腹腔の右上部、横隔膜の直下にある人体最大の線ですよ。実質臓器。このね、右側で横隔膜の下ってあるのは、これ必ず覚えておいてくださいね。超有名になります。体表では大半が右の肋骨球の裏に隠れてて、ほとんど触ることができない。肝主代とかって言って、腫れてくる状態になると触れることができるっていうふうに言われています。一番、横隔面ですね。前面と上面。これは横隔膜に接します。で、下側、下面に書いては、これは上側面で、胃、十二指腸、横行結腸、あとは右腎などと接しますよ。結構ね、肝臓自体が大きいので、いろんな臓器と接してますよっていう感じですね。で、その次、下側ですね。はい。各部の名称です。特にですね、1番、2番、3番、4番ってありますけども、右葉、左葉、包茎葉、尾状葉っていう、ここら辺はですね、混乱しやすいので、ぜひ覚えてください。一番初めの右葉、左葉は分かりやすいと思います。右葉に関しては、厚く大きい。全体の5分の4ですね。左葉に関しては、薄く小さいっていうのが左葉になります。で、3番、4番の、包茎葉と尾状葉なんですけども、右葉と左葉に挟まれているところなんですよね。で、前側なのか後ろ側なのかで違います。尾状葉っていうのは、尾って言って後ろの話がついてますので、これが後ろ側です。包茎葉は前側ですね。尾状葉を先に覚えた方が覚えやすいと思います。5番目、肝釜状肝膜っていうのは、これに関しては、また、腹膜のところでやりますので、今はさらっとで結構です。右葉と左葉を分けていくやつですね。で、肝門ですね。下面の中央に当たる領域で、門脈、固有肝動脈、肝管などが出入りしますよ。ここはですね、消化管のところでももちろん出てくるんですけども、ここはですね、循環器とかのところで流れとして出てくるのが多いです。門脈は、非常脈、上腸間膜静脈、下腸間膜静脈からなっているのが門脈ですね。固有肝動脈は、これは肝臓の栄養血管です。はい。腹腔動脈からの枝ですね。で、肝管は、これは胆汁を運ぶよっていうのになっています。で、7番目、カントリー線ですけども、胆のうと下大静脈を結ぶ線ですね。胆のうは、右葉と包茎葉の間に存在する。この米印に書いてある胆のうは、右葉と包茎葉の間に存在するっていうのは覚えておいてください。なので、胆のうに関しては、人体で言うと、前の方に位置しますっていうのが、これに当たるってやつですね。はい。ということで、じゃあ続いていきましょう。はい。続きは、肝臓の組織構造ですね。1番目、肝小葉、グリソン小ですね。これとっても有名です。組成結合組織により区切られた六角形の領域。ね。肝小葉というふうに言います。分けてるのは何ですかって聞かれたときに、グリソン小と答えられるようにしておいてください。で、丸1番ですね。肝細胞柵、中心静脈に向かって見られる肝細胞の放射線状の列。これを、柵っていうふうに名前を付いてます。で、特にですね、出てきやすいのはこれ2番目ですね。肝の密組って呼ばれるものですけども、グリソン小の中を通る3本の管です。小葉肝動脈、小葉肝静脈、小葉肝胆管っていうのは、これがね、とっても有名なんで、ぜひ、グリソン症と合わせて覚えておいてくださいね。で、その次、肝臓の血液循環というふうに書いてますけども、これもさらっと見ておきましょう。どちらかというと、循環器のところで出てくる話です。はい、栄養血管、機能血管とそれぞれありますけども、栄養血管は、肝門から固有肝動脈、腸腰肝動脈、動揺毛細血管、肝細胞、中心静脈、肝静脈で、下大静脈ですね。で、機能血管は、これは、
肝門から門脈、小腰管、静脈で、その後は動脈と一緒ですっていう流れになっています。先ほども言いましたけど、ここら辺は循環器のところで出るので、さらっとで結構だと思います。まあ、覚えられるに越したことはないですけどね。それよりも覚えてほしいのは2番目、ディッセクですね。肝細胞索と動揺毛細血管、括弧類動の間でビタミン A 貯蔵細胞が見られますようです。このディッセク、先ほどのグリソン症もそうですけども、このカタカナ、この子たちはね、ぜひ覚えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。ここら辺ね、あとは覚えるんで言うと、動揺毛細血管のところの壁に、クッパー細胞っていうのがね、クッパー性細胞、マクロファージですね、が存在するとかも有名なので、余力があればね、そういうのも覚えておいてもらった方がいいかなというふうに思います。まず、肝臓に関しては、先ほども言いましたけど、どこに位置するのが一番初めです。人体で言うと、右側で横隔膜に接するところにいますよっていうのが一番初めですね。で、その後は、右葉、左葉、あとは、包茎葉、微状葉っていうのがありますけども、そこの位置関係。それが分かったら、その後は覚えてもらうのは、肝症用とか、グリソン症、あと実績とかの覚えてくださいっていう感じですね。はい。ではね、続いていきましょう。はい。胆のうになります。次はね、位置関係は肝臓のところでもしましたけども、肝臓の右葉と包茎葉の間に挟まれているものです。なので、人体で言うと前側に位置する、右の前ですね、いう風になるものですね。で、各部の名称ですけども、これも流れになってます。ここら辺はね、流れ覚えておいた方が後々楽です。はい。肝臓から胆のうまでですけども、まず肝細胞で、毛細胆管から小腰管胆管で、胆管から総胆管みたいなね、感じの流れになっています。ちょっと続きいきますね。はい。先ほどの続きで6番目胆のう管で7番目胆のうになります。右側ね、見ながらでいいとは思うんですけども、丸1、丸2、丸3、丸4、ここまではですね、肝臓の中の話なんですよね。そのまま5番、6番、7番ですね。総肝管、胆のう管、胆のうっていうのはこれ肝臓の外のお話になっています。で、今度はですね、胆のうから十二指腸までの流れですね。ちょっとまた下に降りますね。はい。胆のうからその先は十二指腸まで行くんですけども、胆のうで、6番目のまた胆のう管を通って、総胆管で、最後、第十二指腸乳頭、ファーター乳頭って呼ばれるところですね。オッディの活躍筋がありますよっていうところまで行きます。で、ここの流れで特によく出やすいところは胆のう管です。胆のう管のところだけ一方通行ではないっていうのは結構国家試験にね、出たりもしますので、そこはね、押さえるようにしておいてください。で、最後、胆汁ですけども、これは肝臓で作られて胆のうで濃縮されます。これがね、ポイントになります。肝臓の時はですね、黄色色になってるんですけども、この胆のうのところに行くと、緑褐色に変化してますよっていうのでね、色の違いとかもあったりするのが、ここの胆のうになっています。はい。なので、胆のうに関しては、流れが一番重要になってますので、この流れね、抑えるようにしておいてください。はい。ではね、続いて、膵臓に行きますね。はい。ではね、膵臓です。膵臓の位置関係は、第1から第2、腰椎の前で、後腹壁に接してます。ので、結構後ろ側なんですよね。なので、臓器に結構隠れているっていうのがこの膵臓になってます。なんで、見つけにくいんですよね、疾患ね。右端は十二指腸に接してて、左端はこれ、脾臓に接しているという特徴があります。で、各部の名称は、有名なのは、1、2、3が有名なんですけども、膵頭、膵体、膵尾です。頭は右側、左側ってやつですね。頭はこれ右側になってて、十二指腸にくっついてるところが頭です。お尻はっていうところは、お尻は左側で、脾臓とくっついてるのがお尻になります。真ん中の中央は膵体というふうに名前がついてますよというのが、ここら辺のお話です。はい。では続いてですね、膵管っていうところに行きます。
ますね。ちょっと下下がりますね。はい。4番の水管なんですけども、主水管と言いまして、別名、ウィルスング管とも言います。双胆管と合流して、ファーターニュートンに開口します。これがね、とっても有名なんで、ファーターニュートンね、改めて覚えておいてください。第12指腸ニュートンですね。で、5番目が副水管。水管から分かれた管で、別名、サントリーニ管とも言いまして、小を十二指腸ニュートンに開口します。何と言っても、パーターニュートンは覚えておいてくださいね。で、最後3番目、組織構造なんですけども、ここら辺はですね、生理学でよく出る範囲になってます。外分泌と内分泌にそれぞれ分かれます。二つね、種類があるんですよね。外分泌に関しては、繊維中心細胞、導管細胞というところから重炭酸塩を分泌します。で、まあ、アルカリ成分ですね。で、2番目のところが、繊維細胞っていうところから消化酵素を分泌します。消化酵素っていうのはどんなのあるのっていうのは、これ結構いっぱいあります。生理学でね、やっていきますので、今はさらっと覚えておいてください。で、内分泌は、ランゲルハンスト。これは水筒というところの名前がついてますけれども、じゃあ、どこに存在するのっていうのは、水尾、つまりお尻の方、左側の方に多いですね。A、B、D の細胞ですね。アルファ、ベータ、デルタの細胞の3種類ありますようです。膵臓ですね、解剖学の漢字に覚えておいていただきたいのは、まずは、位置関係ですね。右側の方は頭なんですけども、これは十二指腸。で、左側の方は脾臓になるので、これは膵尾の方になりますので、まずはそこから覚えてください。あとは何と言っても、パーターニュートはぜひ覚えておいてくださいね。では、最後、腹膜に行きましょう。はい、最後、腹膜です。ここはね、消化器の中で結構よく出ますので、おさらいをしておいてくださいね。腹腔の内面や、臓器の表面を覆います。一番目、腹壁、腹膜ですね。腹壁や骨盤壁の内面を覆う小膜です。二番目は、臓側腹膜。腹部の臓器の外面、まあ表面を覆う小膜ですよ。ね。中でも出やすいのは、その下側の間膜と呼ばれるところです。ちょっとね、下側おりますね。はい。三番目、間膜。合計ね、5つ、主な紹介してますけども、内毛小毛、これは胃のところで出てきましたよね。これをね、まずどこをつなぐのです。で、3番目は腸間膜ですね。空腸、海腸などありますけども、何を包むの。で、4番目、肝釜状間膜。これは肝臓の右用と作用を分けているところですね。全腹壁とつながります。で、消化器のところで出てきませんでしたが、5番目の子宮口間膜。これは生殖器のところで出てくるお話になっています。で、大毛とか小毛に関しては、これはですね、そのまま覚えてほしいんですけども、3番目の腸間膜とかに関しては、下側の腹膜後期間っていうのと合わせて覚えるのがベストです。では、ちょっと下側降りますね。腹膜後撃、後ろ側ですね、に位置する器官を意味します。で、腹膜後期間に含まれるもの、含まれないものっていうのがありますけども、含まれるものは、十二指腸、膵臓、腎臓、副腎、尿管、副大動脈、下大静脈、交感神経管っていうのがありますけども、消化器で言うと、十二指腸、膵臓っていうのは、まず覚えておきましょう。で、2番目、その他、間膜を持たない、腹膜後期間っていう、後ろではないんですけども、これが上行結腸、下行結腸。で、膀胱とか直腸に関しては、腹膜口という後ろではないんです。腹膜下、下の方に当たりますので、腹膜に包まれてないっていうことです。なので、丸1も丸2も、これは腹膜の中にありませんよっていうのを覚えれたらいいと思います。はい。ということで、今日はね、肝臓、胆のう、膵臓。で、最後、腹膜っていうのがありましたけど、それぞれのね、解剖に関しては、まずは位置関係を覚えてもらうのが一番初めになります。で、あとは各部の名称をね、ちょこちょこ覚えていきますけども、中でもこの腹膜は問題出やすいので、ぜひ、今映ってるところですね、腹膜後期間とっても出やすいので、ぜひ覚えてください。はい。では今日はこれで終わります。ではまた。